スエット子供は風の子もちろんは歓迎子さあ冬の体はカラカラポカリスエット滑るあなたに釘付け派手なターンで転んで煙が舞い立つスタイルなんてどうでもあなたらしけりゃ最高プロの選手もコーチも出る幕がないよ自然は雪やった音はとりあえずえ、それですよね、なんかもうスキー教えられるぐらいのなんか実力もあって、たまに連れてってもらって、うん、なんかちょっと私はハの字で、うん、あ、レイちゃん滑れるの？あ、もうちょっとだけすごい。え、ヨコさんは？え、私は学生の時に、はい、スキー上級者にスキーを早く上達させるためには上級者コースから滑るのが早いよって言われて、分かったって言って初心者なのに上から登ってすぐ足ひび入って、それ以来もう怖くて何もやってない。いい思い出じゃない。いい思い出笑わなくてなるのに連れて行こうかこれから気が合うね。それでは皆様、今年もお元気でポカリを飲んで、はい、体に気をつけてお元気でお過ごしください。お過ごしください。吉田洋でした。鈴木梨央でした。